ちは。今日は午後から全然メイクしなくてもいいお仕事なんですけど、メイク結局なんかウィバースであんだけ迷っといて結局したいと思います。はい、というのもこの時期どっちにしろ日焼け止めとかめっちゃ塗るので、結局肌のお休みの日にはできないなと思って、そうなので、まあでも明日はちょっと肌休めるかなと思っているので、明日肌お休みデーにして外から出ない。こんにちは。1時間くらい配信します。多分メイク終わるはず、1時間あれば。出張公演ハルピョン輝いてた、生誕うちわ見つけてくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。持ってきてくださって嬉しかったです。なんか懐かしのグッズとかを持ってきてくれてる方が多くて、そう、なんか7年前のサイン色紙とか、いやいやいやみたいな、えって思うくらい懐かしいじゃないですか。7年前ですよ。だって私が本当に入って間もない頃、入って3、4年、びっくりしちゃった。ちなみにがっつりメイクにはなりません。下地だけやってるとこ見るとめっちゃ結構、え、がっつりじゃないハロピョンって思うかもしれないんだけど、薄め薄めで肌だけはちょっと綺麗にしたいので、こんにちは。あ、これを使っています。これ結構良かった。昨日茨城で出張公演、公演があってめちゃめちゃ汗かいたんですけど、全然なんかすごい汚くよれることもなくてめっちゃ良かったので使ってます。はい、トーンもしっかりアップしてくれるし、で今日の
メイクはこちら、ユーピンクのファンデーションを使います。使ってみる。まだ鏡もまだ新品これも昨日剥がしたばっかり。これもまだ新品です。これを使ってみます。久しぶりにクッションファンデを使う。てか別にまあクッションファンデ使わなくてもいいんだけどさ、クッションファンデってかファンデ今日使わなくても、あ、結構いいですね。塗っただけでなんかわかる、このなんか密着してくれる感じと、え、本当になんかこれ私あのあれなしです、忖度なしで喋ってます。なんかめっちゃ密着してくれる感じと、あとなんかやっぱトーンを上げたいじゃないですか。私これ01番っていう明るい方の色を使ってるんですけど、なんかそのトーンアップ下地を使った色のままファンデーションが肌についてくれてる感じがすごくします。ツヤ感もめっちゃ出てない？え、すごいツヤ感ない？え、すごい、ちょっとゆきりんさんやりすぎですすごすぎです。え、すごいこのファンデーション、え、やばい、なんか久しぶりに出会っちゃったかも。なんかクッションファンデってすぐになんか私はよれるなって思って、そう昔ね使ってたクッションファンデがあるんですけど、それがすぐによれちゃったりとかしたから使うのやめちゃったんですよ。でもめっちゃ密着してるこれ、絶対すごい、え、なんか本当になんか嘘とかじゃない、マジで。なんかゆきりんさんがプロデュースしてるからこんな褒めてますとかじゃなくて、本当になんか言えば言うほどなんか嘘っぽく聞こえるんですけど、私って思えば思うほど言っちゃうんですよ。そうだから本当ですだから本当です。パフはちょっと違うのでやってるんですけど、そうこのパフなんかさ新品ってさ汚したくなくない？だからちょっと新品でもこれもさ細かいところまで塗れるようにさ猫型になってるの、かわいい。分かってくれってすぎてる。なんか本当にユーピンクって何がすごいって、やっぱりゆきりんさんがプロデュースしてるから、このアイドルたちがなんかこれがこうがいいなとかって思うものがすごい全部詰まってるんですよね。え、彼女にプレゼントします。え、ぜひ喜ぶと思う。色味だけ気をつけた方がいいけど、01番と02番があるから、普段彼女さんが使ってるメイク道具がちょっとなんか明るめの色使ってるなとかっていうのが分かったりとかしたらめっちゃいいんだけど、分かんなかったらドンマイっていうことですごいです、本当にツヤツヤ。ごめん、なんかうちのせいでなんかうちのせいでごめん。確かにこれでマスクにもつかなかったら最強。確かにね。うん、01は確かに私の肌でトーンアップさせてからの今のこの馴染み具合なんで、結構明るいっちゃ明るいかもしれない。でも私はトーンアップしたい、肌明るく見せたいタイプの女なので、私はその
こっちしてか日焼けするなよって話なんですけど、今年はめっちゃ日焼けしました。原因は分かっているんです原因は分かってはいるんですけれども、やめられない、止まらないっていう感じですね。首と全然色違うと思うんですけど、首にも後でトーンアップの日焼け止め塗るんで大丈夫です。こんにちは。多分ユーピンクは、てか私ママにも、ママに言われたもん。ユーピンクの何だったかな、なんかの色が全然02番、アイシャドウの02番が全然ないんだけどみたいなそう、富山に売ってなさすぎて、そう東京で買ってきてって言われるくらい。なので全然いろんな展開、色の展開があるので、いくつの方にも使えると思います。まあ、ママは26なんですけど、はい、メンバー3人対戦、びっくり、おめでとう。このファンの人レミ推し誰もどのファンでもない、すごい。待って、この2人今一緒に仕事してたりする？待って、気まずい。だとしたら私が気まずい、紛れ込んでしまった。橋本さん、すごい、久しぶりにメンバー3人対戦してる。これファンの人上がってったら激アツだな。上がってったファンの人、激アツ展開。しかもめっちゃおもろい、めっちゃおもろいのがさメンバーみんな名前ひらがななの。スマイル天使、ホテイモカ、橋本春菜、全員ひらがな、おもろすぎまあ橋本、ひらがな名前はね、私が流行らせたと言っても過言ではないぐらい、ひらがなの方が可愛い、そう思っているので。ひらがなです。今日元気かも昨日元気じゃなかったみたいな。全然昨日も元気でしたよ。今日ちょっと調子いいかも、気持ちが。分かんない、ちょっと夜には沈んでるかもしんないね。私一枚も出せないまま終わってたんだけど、なんか悲しい。個人的に一番好きなのは電波ワルピョン。ワルはひらがなです。はい、ワルキーっぽくしてます。本当に電波悪いのよ。 ああいう時はだいたい移動してます移動してるか、そこの施設とか、なんかなんていうの、建物の電波がマジで悪いか、どっちか。
どっちかです。こんにちは。今日はラメとか使わずメイクをするので、ほぼ使わない予定です。ちょっと使うけど、チークユーピンクにしよう今日。よく眠れました。なんか昨日私リバースめっちゃ荒らしてたらしくて、そうすいません。あ、バーストそれ。なんかすごい荒れてたらしくて、通知がね77件もたまっちゃったらしい。たったどんぐらい、30分とか、30分もないかな、30分ぐらい。荒らしてたらしいです。久しぶりに荒れたかも、ウィバース、うちのウィバース。この下で、すいません、いろいろ事故、ちょっと薄く塗ろう。せっかくのツヤ感はなくしたくないけど、粉を上から振らないと。崩れちゃう。
そう、茨城電波なかったんですけど、あ、チークユーピンクにするのと、ちょっと待ってて、眉毛がなかった。眉毛持ってきた。でももう眉毛、これももうない。これじゃなかった。これじゃないやつももうなくて。買わなきゃ眉毛。チーク、ユーピンクチーク、いい感じの色。チーク。ユーピンクです。今日はマスカラもユーピンクだけにします。普段はユーピンク塗ってからその上にいろいろなんかあれこれ塗ってるんですけど、今日はユーピンクだけで。ラメも。本当に少なめでいきます。なんでかっていうと、別に今日はメイクしなくてもいい日だから。でもちょっと自分の顔を見た時に、あ、ボーナスタイムだ、メイクしようってなっちゃった。また明日からちょっと肌のお休みデーを作れるので、
肌と自分の体のお休みデーにしたいと思います。明日はドボンはやるけどドボンはやるけどね。ドボン日和こんにちは。なんかチーク逆に薄くなりすぎたちょっと取りすぎちゃった。粉チークで足そう。ちょっとだけ U ピンクのおかげで内側からの発色がすごく綺麗。チークの ハイライトとシェーディングはもうシェーディングが底見えしてます。私このチークの上にハイライトを仕込んでちょっとツヤ感出しつつ、なんか私本当に AKB でできてんだなって思うのが、なんか自分が信用できるものがもうやっぱ AKB なんて言うんだろうこうメイク道具とか基本的になんか結局たどり着くのが AKB の先輩方の作ったメイクコスメ。これもリリミューっていう指原さんが作ったメイクブラシ、指原さんが作ったブランドのメイクブラシだったり、今使ってるのもこれ U ピンクだし、初めて人生で初めて買ったカラコン、なんかやっぱりカラコンってこうなんて言うんだろう、そんなさ普通のコンタクトよりはちょっと怖いなって思ってたから、そうなんかどうなんだろうって思ってたけど、でも人生で初めて買ったカラコンはやっぱ指原さんが作ってるからっていう理由で、指原さんがプロデュースされてるカラコンを人生で初めて買ったのはそれで、そうだったりとか、なんかやっぱ結局なんか AKB の先輩方をしか信頼、なんかなんて言うんだろう、そう作ってる人をすごく信頼してるというか、そうだなって思ってます。間違えた、ドロー2じゃない今の、絶対間違えた、マリアン。
地のブラシない。昨日はあった。絶対。置いてきた？いや、忘れ物はなかったはず。他のメイク道具に紛れ込んでるかな。昨日隣だったんですよね。後で、あ、うん、ライン、まあラインまではしなくてもいいか。でも いや、後で会うときに聞いてみよう。ラインするまでのほどのものでもない。あ、今何時？あ、大丈夫。あ、メイクポーチボシャボシャになっちゃった。明日片付けよう。ちっちゃいのでやろう今日。めっちゃちっちゃい、ちっちゃすぎてつらい。もうちょっと本当はでかいんです。ちっちゃいので選んでました。ちっちゃいのしかないから。こんにちは。右側のアイラインを引くのがすごく苦手で。
感じかな。うん、こっちの方が綺麗。こっちがめっちゃ綺麗すぎる。ダメ、やり直しやり直し。このアイラインがなくなったら、ユーピンクのアイラインを使い始めようと思います。ちょっと長い。なんかちょっと違う。ちょっと上がりすぎ。よし、できた。あとマスカラだけ。それは今日は落とすのが楽になるようにユーピンクしかしません。あれ、こっちこっち。ちょっと一旦ドライヤーを、間違えた、ビューラーを温めます。温めすぎました熱くなっちゃった。ちょっと温めすぎちゃった。こんにちは。スパ行くかな。
よし。あれ、ビオラなくなした。ビオラなくなした。あった。また温めすぎたかも。時間マーチさん、ハートありがとう。髪は前髪だけやってまとめていきたいと思います。後ろの髪は全然、ユーピンクのマスカラを塗るだけでも全然違くて、結構バシャコちゃんになってくれるのでめっちゃありがたい。危ない。どう？こっちの目だけ。日焼け止め塗ります。右目と左目と違うのに今その状態で日焼け止めを塗ろうとしている。ちょっと鏡越しに気になっちゃった、色が全然違うの。あともっとこのマスカラの違いをみんなに見てほしい。コメント変えなきゃ。すごい、100もいいね溜まってる。すごくない？てか肌綺麗すぎない？私
まあいろいろ下地とか化粧品塗ってるからだけどね、もちろん。もちろん塗ってるからだけど、それにしても凹凸なさすぎない？今自分でびっくりした。自分で言っちゃうぐらいびっくりしちゃった。今昨日さ、茨城ってメール送ったじゃないですか。で私本当にマネージャーさんとかがちゃんと検閲してるってあんま知らなくてというか、あんまなんかそんな、なんて言うんだろう、思ってなくて、したら昨日マネージャーさんからメールのタイトルが茨城になってるけど大丈夫ですかって来て、そう茨城で送るところだった。危ない。ちゃんともう一回送り直しました。そうじゃあ濁点、茨城は濁点つけちゃダメっていうのが頭にありすぎて、バの点々もなくしちゃった。バの点々もなくしてしまいました。すみません、濁点なくしすぎました。いやマジで感謝、検閲さんにもマネージャーさんにも感謝。ちゃんとこっちに戻してくれてよかった。まあよくごじってるけどあんま戻ってこないけど、基本的に。でもなぜか茨城だけ戻ってきた。ハルピョンのほっこりエピソード、何かあるかな。これは全然ほっこりじゃないですよ。全然ほっこりなのかな。感謝のエピソードです。あの昨日私の迷子を見つけてくださったマネージャーさんなんで、より感謝です。ありがたい、迷子と誤字を見つけてもらった。迷子見つけてもらうってやばいよね、今考えたら。24歳でしょ、だって迷子になるのもやばいんだから。本当に普通に考えてね。手がかかる人、違うんだけど、全然手かからない大人なんだけど私。人に迷惑はかけたくない大人なんだけど、できるだけね。できるだけ他人に迷惑をかけないようにいきたいと思っているので。なんかでも逆にその迷惑かけたくないがゆえに、なんかあんまり、なんて言うんだろう、人に言わない、相談っていうか、なんか聞かなすぎて、なんか結果迷惑だよねみたいなことはある。なんて言うんですかね、だからその昨日の迷子の件もそうだけど、なんか人に迷惑かけたくなさすぎて、なんか待ちますかって言われたけど、あ全然先行ってくださいって言っちゃったがゆえに自分が迷子になるっていう、そう結果なんか迷惑かけてるよねみたいなのはちょっとあるかもしれない。そう本当に申し訳ない。
とは思ってる。結果迷惑かかっちゃってるみたいな。そう、あるあるで、あるある、その結果迷惑かかっちゃうはあるあるかも。うん、よくない。下まつげは塗りません。今日は下まつげお休みの日にします。人になるべく迷惑をかけずに生きていきたい女なので。うわ、ドボン返しされた。これからもそのスタンスは変えずに生きていきたいと思います。なんかめっちゃ耳がいいんですよ。耳がいいっていうか、いろんなところに、なんか自分で言うのもあれなんですけど、いろんなところに気を、なんていうの、気を回せるタイプというか、で、その基本的には例えばじゃあこうメンバーがわちゃわちゃこう何しよう何しようみたいな、そのリハの時にね、わちゃわちゃ言ってる時にマネージャーさんが、昨日もあったんですけど、じゃあ、あのこれの直しするんでこの位置行ってくださいって言ったら、私が多分絶対一番に動くぐらいの、本当に耳が良い、ウサギだからウサギだから耳がいいと思ってます。自分でね、勝手に自負しております。それはこれ今日アイロンしてないのにさ、めっちゃまっすぐなの、すごくない？しかもさ、サラサラ。どうした？昨日ちゃんと、あ、ストレ、あれ頑張ったからだ。ストレートじゃない、ドライヤー。全然まとめなくてもいいな、髪このままでいいな。これでいけるわ、これでいっちゃう。ドライヤーはちょっといいの使ってます。なんか最近ファンの方にいただいた、あのあれ、なんかタオルみたいなやつがめっちゃ良くて、そのお風呂上がりにそのタオルで髪の毛をまとめておくとちょっと水分が取れるみたいなやつがあるんですけど、それがめっちゃ良くて、そう、ドライヤーの時短みたいになるのがめっちゃよくめっちゃよくてしか言ってないんだけど、めっちゃよくて、そう、なんかこの間それをその福井にね行った時に、福井じゃないや、石川に行った時に、あのそれを持って帰らずにお家に行ったんですよ。そう、そしたらあの家でのドライヤーの時間がめっちゃ時間かかりすぎて、すごい嫌な気持ちになっちゃってそう、それを持たずに
それを使わなかったからその日。すごくなんかわドライヤーめっちゃ時間かかるやんって思っちゃってすごく嫌な気持ちになったのであのすごいめっちゃ便利だから、今度のね福井新潟長野の三連勤公演の時には絶対に持っていきたいと思います。ということで、だいたい1時間くらい経ったかな。私もこの後出る準備をするので、また夜はちょっとできるかわかんないんですけど、できたら。え、なんか今日美女いいかも。ごめんなさい、自分で言うな。はい。できたら配信をしようと思ってます。え、ちょうど1時間あ、すごい。ハーピョン1時間あったら喋りながらメイクできちゃうってことが分かりました。ありがとうございます。ということでランキングいきます。喋りながらドボンもしながらメイクしてるからね。多分私あんまりこだわらなかったらメイク早いんだよな。でもなんか劇場とかの時めっちゃこだわっちゃうから、そう時間がかかっちゃう、よくない。まあそれだけ可愛い状態でみんなに会いたいっていうことで、ありがとうございますいい方向に捉えてください。それではランキングいきます。1位鉄道ネイタとピョンズさん、2位ディスクさん、3位ピアノマンさん、4位タケニーさん、5位マックミックさん、6位ともゆきさん、7位あちゃこちゃん、8位ベベモンさん、9位ツッチーさん、10位サウロンさん、11位ユタパパ007さん、12位山内さん、13位ピトくんさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ということで、それではまた、夜できたら、夜できなかったらまあ明日配信するので。え、てか昨日高校生クイズだったんだね。ちょっと悔しい。一緒に見たい配信だった。一緒に見よう配信したかった。めっちゃ悔しいんですけど、まあ私は普通に明日お休みなので明日なんかのんびり見たいと思いますということで、それではまたね。ありがとうございました。またバイバイ、ドボンで会いましょう。バイバイ、またね。